はい、どうもこんにちは。バーチャル忍者 YouTuber のももちももです。前回の続きですね。ゴールデンウィーク明けのマイライフやっていきましょう。スポーツショップ、200万買えないです。200万、やっぱりプロの動画は高いですね。そんな疲れないでしょう。さあ回ってきました。一応プレイを確認していきましょう。デジタル大丈夫なはず。しかもオーナーが見に来てる。これは勝たないとダメですね。場面でレアード、ノーアウトランナー二塁、ボール、第2球投げた、低めの変化球ボール、第3球を決まった、ストライク、タイミング合いません、投げた、これは引っ掛けた、あ、これは今宮取った、一塁送球、よしよし、まずは一人目ですね。ランナーは二塁変わりません。見送ってストライク、第2球投げた、ボール、内角低め投げました。内角球空振り。第4球を投げました。スクリューはボール。外角低め投げました。打った、痛烈な当たり。取れて取れてよ。取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。さあこれで2アウト。第1球投げました。初球空振り。タイミング合いません。投げました。決まってストライク。これで追い込みました。変化球空振り。よしよし。もも見事なピッチングです。ホークス、ホークス先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でアルシア、第一打席はセンターフライに倒れています。第3球をフォークボール見送ってストライク、第4球を投げた、空振り三振、ボール球で仕留めました。空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ホークス、ちょっと点数取ってほしいんだけど。ダイヤ人はゲッツー体制。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない球投げた、フォーク決まってストライク、危ないよ、危ない。ナックルカーブ見送ってボール、第4球を投げた、アウトロー空振り。さあ5球目、これはバットの、あっとインフィールド、これでワンアウト、これでワンアウト。ちょっと疲れてるから変えてほしい。第9、これちょっと待って、満塁ホームランを思い出しますね、あの時の満塁ホームランを。第2球投げました。ストライク。振っていきましたがかすっただけ。投げました。三振。モモ三球で仕留めてみせました。バッターは指名打者アルシア。今日はセンターフライと三振。インローに送ってストライク。まずは決めてきました。完全に外れたボール。第3球を三球目ストライク。第4球を投げました。これに引っかかってほしい。打った。ファール。ほらもう疲れてる。あ。もう回転、もう回転。リプレイをご覧ください。ちょっと九条監督さん、ホークス、勝敗つかず、え、悔しい敗戦です。さよなら負け。本日のヒーローは噂は無失点の好投を見せました。本当に今日は、ちょっと待ってください。私は無失点で抑えたのに、あー負けました。6回のピンチよく抑えてくれたな。マルシアからの三振素晴らしかった。あ、300人増えましたね。
この気温を、どうするの？先発になるの？ローテの一角になるの？ちょっと待ってちょっと待ってほしいな。待ってましたよ、ね、内村選手。よかったらこれどうぞ。お守りもらいます。商売繁盛。すやすやして、あ、試合来た。ちょっと待ってね。取った全打席プレイ。大丈夫、これで来るはず。今日は阪神戦だ、頑張りましょう。6番お待たせいたしました。阪神ホークス先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で糸井、通算150号に王手をかけています。ホークス、ここは外野フライも避けたい場面です。第4球を投げました。危ない。これでも糸井選手を三振に取ったのはすごいんじゃないですか。タイミング合いません。危ない、ちょっと取ってください。 OKOK、 これはノーアウト切り抜けた。0対0で迎える2回です。バッターはモモ。これ応援が聞こえてますか。マジディスクなんですよ。これは抜ける。球が転がっている。モモ一塁回って二塁へ。モモツーベースヒット。プロ初打席はツーベースヒットということになります。ホークス先制のピンチです。ちょっと待って、ツーアウトランナー一塁二塁という場面で糸井、あと1本で150本塁打となります。ちょっと待って、150本塁打を上げたくない。インコース低め空振り。第4球を投げた、打ちました。これは打たされてサードフライ。よしよし、抑えた。なんでこれで3アウトになります。さあ、阪神ホークスリードで迎える4回。回ってきた。先ほどツーベースを放っているモモ、投げた、打ちました。つなげて投げました。打ったいい当たりだ。左中間へ上がった。ワンバウンドヒットになる。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。モモツーベースヒットを放ちました。これはいいんじゃないですか。ホークスリードで迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面で、モモ初球からカットボール。余裕があります。ランナー一塁に戻ります。取りました。これでツーアウト。ホークス、ここはなんとかしない。あれ、まだ投げてる。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、虎の切り札原口。第2球空振り。第3球を打ちました。レフトの左、ちょっと待って、これは交代して交代して、あ、交代してくれた。危ない。2回2点で抑えて勝利投手。ご覧いただきましたように3対2ホークス、じゃあ勝利者インタビューいきますね。モモ、対戦投手は秋山。まあまあちょっと試合感覚が空いてしまったので、監督の起用方法にはちょっと疑問をせざる疑問ですね。一応ローテの一角も似合うということで、2軍から1軍に上がってきたはずなのに、5月中の出番が2回しかないってどういうことなんですかね。もうちょっと使ってくれてもいいと思います。あと打撃にも自信があるので、ぜひ打者としても使っていただきたいです。よろしくお願いします。
いや、危なかった。危なかった。本当危ない。これ、さっき達成してくれた、歩止めからの三振。ツーベースヒット記録トロフィーと、ヒーロー記念トロフィー。動画をご覧になっていただきありがとうございます。概要欄の方に Twitter、ファンティアなどあります。動画の左側の方に過去の動画やチャンネル登録のボタンなどありますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。もしこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。にんにん。